皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました実行委員長を務めさせていただいております加山でございます。今日は第69回の真田十万石祭りを開催いたしましたところ、このように大勢の皆様方にご参集賜りまして本当にありがとうございます。また日頃から大変お世話になっております国会議員の先生をはじめといたしますご来賓の皆様方におかれましては、大変ご多忙のところを受け付けていただきまして本当にありがとうございます。今年はですね、この実行委員会というのは各町内の30団体くらいあるかと思いますけども、で実行委員会を決めまして総力を挙げて町を挙げてのですね観光イベントという形になっております。今年は特にですね中学生さん、魔女中学校の生徒さんとか高校生、また県立の長野の農業大学校さんなどなど若い力もお借りしてですね、この実行委員会の中でそれぞれの分野で活躍させていただいているわけでございます。今年はですねちょうど5年前、水害にありまして真っ白くだいぶ被災をいたしましたけども、ちょうどこの真田祭りやる当日だったんですね。で大きな被害が出たということで急遽中止になった記憶がございますけども、真っ白もだんだんとですねコロナを乗り越えて復興をしてまいりました。そんな復興している姿を今日皆さんに見ていただけたら嬉しいかなと思うところでございます。何しろですねこの実行委員会自体は今年は隣のですね川中島合戦の古戦場の花火大会の実行委員会と共催という形でですね土曜日に花火見ていただいて泊まっていただいて今日をですね真田祭りを見ていただく、要するに宿泊型の観光というようなものを目指して、それぞれこれから大きく発展させていこうと、地域を盛り上げていこうと、長野市の観光をもっともっと盛り上げていこう、そんな思いで共催をさせていただいております。いろんな面でです今日は町中でたくさんのイベントがございますので、どうぞこのイベントだけじゃなくてですね町の中にも繰り出していただくと嬉しいかなというふうに思います。毎年ですね真田家のご当主がですね真田幸俊さん第14代ですけど、今日は長野っていうよりもですねアメリカから駆けつけていただきました。わざわざこのねアメリカからここのお祭りに駆けつけてきていただくって本当にですね学生時代の学生留学してた時にもなおかつここですね来ていただいたといったことがございまして、いかにこの真田十万石祭り、そしてまた真っ白を愛していただいて大事にしていただけているんだなとこのように思っているところでございます。今日は市長さんをはじめですねいろんな方々がゲスト出演していただいて馬上に乗っていただきます。ぜひ一日楽しんでいただければありがたいかなというふうに思います。ぜひ皆さん、真っ白まだまだですね全国的にはあるいはまた世界的にはですね知名度は低いです。ですのでいいなと思ったらですねどんどん SNS で発信していただいてですね真っ白もっとメジャーにしていただけると嬉しいかなと、そんなふうに思っておりますので、どうぞ一日今日楽しくお過ごしくださいませ。以上ございます。開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして長野市長荻原健様よりご挨拶をいただきます。荻原市長にはこの後真田昌幸役にて真田十万石行列にご出演をいただきます。それでは荻原市長お願いいたします。皆々様、私は真田なんだっけ真田昌幸でござる。第69回真代藩真田十万石祭り大勢の皆様にご参加いただき誠にありがとうございます。先ほど加山実行委員長様お話のようにですね、この第69回を数えることになりました。本当にこの地域の真田家由来のお祭りが
まあ70年近くにわたって、続けてこられたこと、地域の皆様のご努力の賜物だと思います。心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。そして先ほどお話もございました、やっぱり私は日本の祭りっていうものはもう世界中の皆様を引きつけられる素晴らしい観光コンテンツだというふうに考えております。もちろん地域の皆様がまず、楽しんでいただくこと、もちろんこれ大事ですけども、やはりこの長野市そして松代にですね、多くのお客様にお越しいただいて、この長野市松代がもっと元気になるように、私としても観光トップセールスなど取り組んで、おります。皆さん昨日は唐赤島のお花火楽しんでいただけたでしょうか。そして本日はこの松代での、真田十万石祭りということで、土曜日日曜日かけてですね、川中島松代そしてこの長野市、この地域が、賑わうようなそんな取り組みを長野市としても応援をしていきたいというふうに思います。特に来年は70回という大きな節目になりますので、長野市での全力応援をして、この祭りを盛り上げてまいりたいと思いますので、ぜひどうか皆様にも、皆様が盛り上げていただく一番の張本人でございますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。ぜひ皆さん今日のお祭りお楽しみください。いざ出陣、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きまして、真っ白半皿だけ14代当主真田幸俊様よりご挨拶をいただきます。14代当主には真田家初代藩主真田宣公役にてご出演をいただきます。それでは真田幸俊様お願いいたします。本日は松代十万石祭りが盛大に行われますことを心からお喜び申し上げます。本日の陣立ては川中島合戦を模したものでございます。ご存知のように信濃を追われた真田がですね、武田のもと砥石城攻めの後ですね、信濃の基盤を回復した、その重要な戦でございます。まさに正幸行綱の人生をかけた戦を行った場所でございます。真田家としても非常に感慨の深い、戦になろうかと思います。その意味で本日陣立にご参加の皆様はぜひ、歴史上の人物になりきって、行列に参加していただければと思います。本日の行列さらにですね、荻原市長をはじめ、俳優の田中様、もう中学生様、塚ちゃん様と大変豪華な行列になっております。また行列に並ぶ皆様だけではなくてですね、それを支える皆様、それと普段からご指導いただいております来賓の皆様、長野市の皆様にですね、大変お世話になってこの行列は成り立っております。そのような皆様に敬意と感謝を表しまして、簡単ではございますけれどもご挨拶をさせていただければと思います。本日どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様よりご祝辞を頂戴いたします。時間の都合上大変恐縮ですが、お一人様2分程度でお願いを申し上げます。最初に参議院議員杉尾秀哉様お願い申し上げます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました長野県選出の参議院議員杉尾秀哉と申します。本日は真田十万石祭り、こうして盛大に開催されていますことをまずもってお喜び申し上げます。お招きいただきまして大変ありがとうございました。私去年もこの真田十万石祭り開会式に参りましたけれども、去年は少しちょっと雲が多くてですね、まあ、最後の方若干雨も降るという天候だったんですが、今日は本当に3連休の中日、天気も最高、暑くもなく寒くもなくちょうどいい感じで絶好の行楽日和の中、こうして十万石祭り、これから真田の行列が行われるということで、私も本当に楽しみにしております。真田10代の
250年の前世、そして激動の時代を生き抜いてきた知恵、さらには本当にこれだけの皆さん、地域の皆さんもこぞってですね準備をされていて、まさに戦国時代というのはこういう感じだったんだな、なんていうんですかね、戦国時代絵巻、本当に再現していただいていることを本当にありがたく感謝も申し上げたいというふうに思います。今荻原市長から観光の話がありました。どんどんもちろん日本中から、そして世界中からこの長野市、そしてこの真っ白の町に多くの皆さんが訪れて、そしてこの真っ白の町が、長野市がますます繁栄できるように私たちも心よりお祈りしたいと思います。それでは皆さんどうか楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして参議院議員羽田次郎様、お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介賜りました信濃の国長野県選出の参議院議員羽田次郎です。今日は第69回目となる松代藩真田十万石祭り出陣式がこうして盛大に開催されましたことを心よりお喜び申し上げます。私自身の活動拠点は初代松代藩主真田信之の父正幸の活躍した上田藩でございますので、この松代藩にも大変深いご縁を感じております。そしていよいよあさってから全国で戦が始まる、そのタイミングでこうして出陣式に参加させていただけたのは大変幸先のいい話だなというふうに思っております。戦国のように人が死んだり血を流したり、そういうことはめったにないと私自身思っておりますので、ぜひとも18歳以上の皆様におかれましては投票所という戦場に足を運んでいただけたらと思います。結びになりますが、松代藩真田十万石祭りのますますのご発展、そして今日お集まり皆様のご健勝ご多幸を記念申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。共にお祭りを楽しみましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして前衆議院議員若林健太様、お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介賜りました、若林健太でございます。素晴らしい秋晴れの下で第69回の松代藩真田十万石祭りが、こうして開催されたことを本当にお喜び申し上げたいというふうに思います。昨晩は川中島古戦場花火もあって、この地域のですね歴史的な遺産がこうして、現代に生き返って、そして多くの皆さんを魅了するということは本当にありがたいことだというふうに思っております。歴史と文化の町松代の魅力を存分に感じて素敵な一日になりますようにご記念申し上げて、一言ご挨拶にさせていただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。それではここでステージ上本日行列に出演される方々をご紹介いたします。真田信之公役真田家十四代当主真田幸俊様、真田正幸公役長野市長荻原健司様、真田幸村の名で知られる真田信重公役俳優の田中健様、真田幸孝公役長野商工会議所会頭で北斗株式会社代表取締役社長水野正義様、小松殿役林愛美様、真姫役二十歳美香子様、失礼しました。
正姫役長谷部椿様、あぐり姫役玉井ひなの様、山本寛介役松代町金融団長野県信用組合松代支店長田辺隆明様、上杉謙信隊として上杉謙信公役日本ライオンズ副理事長北雄一様、柿崎加減家役ライオンズクラブ第一副地区ガバナー飯田茂光様、山山武田信玄隊として武田信玄公役ライオンズクラブ国際理事西名良三様、山山武田天球公役長野日本大学学園山浦健一様、先ほどステージに渡っていただきましたけれども、後ほど歩行者天国においてトークショーも行っていただく予定になっておりますもう中学生さん、もう中学生さんには個室の入院から7日に無事退院されたということを希望しておりますが、まだ完全には回復されている中で今日のイベントにご参加をいただいております。同じく先ほどステージに立っていただきましたスカちゃんのヤジマリーさんとミヤさんです。ありがとうございます。以上の皆様をご紹介申し上げました。ここでゲストの田中健様より一言ご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。田中健様、お願いいたします。こんにちは、俳優をやっております田中健と申します。師匠うまいですね、師匠。いやー、後ろ行けますね、なんか力強くて。実は僕は今回のこの10万石祭り3回目です。はい、去年は佐久間正山先生をやらせていただきました。今年は、池村君です、ね、すごいですね。本当になんか毎年お会いできてるっていうことで本当に嬉しいですね。正山先生も大好きで、あの先生がいなかったら日本は今あったのかなというぐらい、素晴らしい、はい、今年は池村校です、頑張ってやらせていただきたいと思います。ぜひ本当ですよね、世界からねこれなるように市長頑張りましょうね。来年何日また来年ぜひ、呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは楽しみましょう。えいえいおう飲んでよろしいですか。ありがとうございました。それではここで本年の真田10万石祭りに明治安田生命保険総合会社様より助成をいただきましたので、ここで贈呈式を行います。明治安田生命様は地元の元気プロジェクトに展開されており、その一環で全国へのお祭りの助成をされております。真代藩真田10万石祭りが地域社会に根付いた伝統ある文化事業であり、地域の絆を深めながら地域社会の発展につながればとの思いから、一昨年から引き続いて真田十万石祭りに助成をいただくことになりました。それでは明治安田生命保険会社篠ノ井営業所長高橋由紀様より、実行委員長加山敦美に目録が贈呈されます。高橋様、加山実行委員長ご登壇お願いします。
皆様こんにちは。まずはこのような出陣式の場で、このようなですねお時間をいただきありがとうございます。私明治安田、この松代の地域を担当しております篠ノ井営業所で営業所長をしております高橋と申します。本年で3回目になりますけれども、地域の皆様があってこその我々の仕事でありますので、一緒に松代地域を盛り上げていけるようにということで、助成の方をさせていただきます。またどうぞよろしくお願いいたします。ただいまはですね明治安田生命さんから多額なあのご寄付をいただきます。大事に使わせていただいてですね、ましろよもっともっとお祭り元気になるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは以上をもちまして第69回真っ白藩真田十万石祭り真田十万石行列の出陣式を閉会といたします。なおこの後準備ができ次第真っ白城南側太鼓門前で真田鉄砲隊の演舞などにより出陣セレモニーがございますのでどうぞお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。